堀江さんと山崎さんはもともとご関係は？そうですね、私は個人的に大いに好感を持ってるんですけども、はい、まあ、でも関係は何もありませんね。直接お目にかかるの2回目です。なんかでありましたよね。ちょっとこう堀江さんの仲間の方ですよね、なんか居酒屋で遊んでもらいました。そうそうそう。今回は危機の時代を乗り越える実践マネーハックと題しまして、このご時世でのお金の増やし方について、まず第一がですね、ブームとなっているファイヤーについて山崎さんからご説明を。早く引退できるような金融的な独立状態、端的に言ってそのお金をたくさん作りましょう、その目的が早期にリタイアできるようにということなんで、これ結構投資家の間で一つの目標として、おそらく堀江さんはあんまりこうファイヤーっていうものにはこう魅力を感じないだろうし私もややファイヤーって言ってて大丈夫なのかなと思ったりもするので、はい、堀江さんならファイヤーについてどうおっしゃるかなと、ネタを仕入れたいというような意味もあって、そうだから読んだんですよね、ファイヤー系の記事を。僕からするとすごい違和感があります、はい、一つは多分家族のあり方なのかな。だいたいファイヤーは家族前提になってるんで、そこ大変だろうなと思って。ただその根本論として、そもそも家庭とか作る必要あんのって思ってる人は結構いると思うので、そこから考え直した方がいいんじゃないかな。私の第一印象、そんなに仕事つまんないのか。あ、それはそうだと思います。要するにこう自分の好きな仕事をして、かつその仕事で食っていける自信があれば、お金を頼れば仕事しなくても大丈夫状態に、そんなに固執しなくてもいい。そこに家族があるんで、食っていくの定義って家族を養うになるわけで、いやもちろん家庭を持ちたい方はいいんですけど、持ちたくもないのに持ってる人いるじゃないですか、同調圧力で。ファイヤーって多分その家庭とかが前提になってるもんだから、割と難易度がちょっと高いみたいな。大学の改革とか教育改革とか結構近い問題、今の時代にの学校教育がいい面は何一つとしてないと思ってる。動画の企画で僕のアシスタントやってる女の子が紙に覚えたことを書き出して、バカじゃねえのかと思って直感でまあバカみたいな話をしたらすごい怒ってたんです。その違和感を言語化する必要もないからそのまま放置してて、今回その収録でそのエピソード出てきたからロジカルに考えたの、なんで俺これをバカにしてんだろうな。つまりダラダラしたいからや、怠惰をしたいがために、怠惰な自分人間になりたいがために、人間がやらなきゃいけなかった重労働とかそういうものをなくすために、プログラマーって怠け者が多いんです。僕もそうなんですけど、嫌な仕事とかやりたくないことを全部機械にやらせるっていうことをやってるんで、紙とかに書いてたら全く真逆のことやったんですよ。例えばよくほら E メールを送るときに電話する人いるじゃないですか、今からメール送りますみたいな。それって同期通信という人の時間をこの時間指定で奪うという非常に非効率なことを、非同期通信というメールによってお互いの空き時間をうまく使う非常に効率のいい時間の使い方ができるようになるっていうのが IT の素晴らしいところなのに、私も電話かかってくるの嫌いです。彼女が紙に書き出してるっていうことはまさにそれだなと思ったし、暗記をしてるんですよね。暗記なんか機械に任せりゃいいじゃない、二重にバカなことしてんなと思ったんで。日本の教育って多分ほとんどが暗記偏重の教育で、自分の知識とか教養をベースにして何かを作っていって正解に近づけるアプローチがないな。ファイヤーとかの考え方も、人間的に生きるとはどういうことであるか、俺は家族を辞めるとかそういうふうに考えられないんだな、家族を辞めるとかなりファイヤーはやりやすくなる。例えばこう具体的な話をすると、手取りが500万だ、例えば250万投資に回します、250万で生活します、で250万が 4% の複利で運用できるとすると、18年ぐらい続けると250万の25倍、6250万になる。その資産を 4% で運用できればそれで生活費が賄える。例えば500万の中からサラリーマンの場合だと手取りの 20% ぐらい貯めておくと老後のお金が賄えるような計算なので、こう400万使って100万貯める。この2つを比較した時に、150万で暮らすのを18年やると人的資本に対して過小投資になると思う。経験を積むにしても、美味しいものを食べるにしても、ファイヤーっていうことで資産だけで生活生活を賄えるような状態を目指そうとすることによって、自分自身のその稼ぐ能力だとか、物事を楽しむ能力だとか、多少投資になってしまうことが心配ではないかな。まあ、僕はどっちかっていうと、全てがお金指標で見られてることが違和感で、ぶっちゃけ生活保護でいいじゃんとかって思っちゃうんですよね、生活保護で自分が生活することを考えてみた。医療費タダだし、田舎に住んで家賃も安めにして生活コストを切り詰めるってみんな
ね言うんだけど、はい、さっきの人的資本も効いてくるのかもしれないですが、でちょっとした家庭菜園をやることは実は健康にいいんですよ。足が悪くなるとすぐボケるんで、すごく健康にもいいし、自分で料理作るのって楽しいし、脳活にもなるし、で結構楽しめる。で食費考えたらそんなにかかんないし、それこそ楽天モバイルみたいな格安キャリアで通信費もかかんないし、それでネットフリックスの Amazon プライムなりに入って映画なんか見放題じゃん。なんかエンタメも安いし、生活水準を落とすっていうことに対する恐怖感があるんで、生活水準を落とすというふうに思ってることが間違いだと思っていて、生活水準の作り方が必要ないものを大量に買わされてる。衣食住が充足してればいいわけで、食実はすごいデフレなんで、めちゃくちゃ安いじゃない。衣類なもうやっぱりデフレでめちゃくちゃ安いじゃない。逆に何金使ってるんですか。平均的に周りを見ながら金使ってるんで、ね、だからやっぱ周りを見ながら金使ってるんですよ、うん、相対的な地位を落とすことが、ね、怖いんですよね、うん、だから僕なんか車も持ってないし、家も持ってないし、家族もいないし、実は全然金かかんない。あいつなんか贅沢になんかいいもん食いやがってって、もうそれぐらいしか使うとこないんだよね。ほとんどだから投資してるんですよね。ほとんどベンチャー投資ですけど、その老後の金の話をすごいするじゃないですか、はい、うちの母親ってすごく一般的な普通の人なんですよ。私は老後マンション経営をして、福岡県のところにマンション建てる、うん、私はそこの管理人をやると、うん、勘弁してくれと、もう最悪の投資なわけですよ。でマンションの管理人なんかボケるし、はい、資産価値なんかないじゃないですか。一般的にはそうなんですよ。ファイヤーとかの考え方も多分そういったところから出てくるんですけど、あなたは老後年金とか足りなくなるんだったら俺が補填するから、うん、頼むから、ボランティアとかやってくれ、学童保育をやってくれて、すごくいいんですよ。堀江先生って言って慕われて、本人やりがいあるし、だからボケにくいと思うんですよ。で一番怖いのはその人間関係がなくなってボケることじゃないですか。そういう風にみんなになってほしいんですよ。だからなんかファイヤーってボケまっしぐらだな。65歳以上の高齢者で社会的責任がある、はい、地位が高い人、まあ、つまり偉い人と偉くない人、寿命で 7,8 年変わるらしい。すごい優位差じゃないですか。でも65歳以上の高齢者で偉い人って誰ですか。もう大企業の役員ぐらいです、ね、大企業の役員なんかみんな定年です、まあ、自営業者ってことですね。違います。医者ですか。医者政治家違います。町内会長町内会長とかマンションの管理組合長とか、はい、そういう人です。これ人間関係のある人、人間関係がややこしいんです。逆に町内会、うん、めんどくさいおじさんとかおばさんいっぱいいるじゃないですか。その人たちと嫌でも対峙しなきゃいけない。だから張り合いがあるらしい。時には優越的な立場にもあるし、充実してるんです、うん、ある意味だから張り合いがあって何年も長生きしちゃうらしい。なんかこう暇な状態を目指す脳みそにとっての自殺行為という感覚ですね。はい、だからうちの母親、うん、にはそういう人生を歩んでほしくなかったんで言いました。町内会長歩いて集金に行きますしね。大変なんですよ。多分私の事前の想像では、はい、堀江さんは おそらく経済的に、はい、あるいはこうお金の意味でこうもっとマッチョな話を稼げる能力があって、他人からの信用があればお金っていうのは活動とともに生み出されるものなんだから、はい、そんなこう金を貯めるということに固執するのはバカだみたいな、もうそういう話なのかなと思ったら、お金をとりあえず気にしないで人間関係であって生活であったりということをまず優先すべきではないか、うん、あともう一点言うと、そのダイバーシティがテーマだ、はい、義務教育の話をなんで最初したかっていうと、はい、そこが問題で、あの義務教育の9年間があるがゆえに同じ地区の同じ年代の子供とつるむ、その習慣から脱却でき、65歳以上の高齢者になるどうしても仲間が死んでいくわけじゃない。寂しいじゃない。だからボケるんです。出歩かなくなる、足腰が弱くなる、ボケる、負のスパイラルなんで、普段からダイバーシティのある人間関係作れると充実するし、うん、金銭的にも助けてもらいやすい。そうやってヘッジする方がいいんじゃないかな。今 SNS でできるでしょ。オンラインサロン事業やってるのはそれなんですよ。まあ今1000人ちょっとしかいないですけど、その人たちにとっては理想の人生が、いい人生が歩めるよ、実例をいっぱい出していって、僕がそうなってもそれは堀江さんだからできるんでしょって言われて終わるんで、サロン入ろうかなお願いしますでもね、サロンやってよかったなっていう事例は出てきてます。お金の増やし方、これ山崎理論というのがあるんですけども山崎理論、お金を増やしたいならまあ他人を信じるな。お金を増やすっていうとどうしても市場のリスクが出てくるんです。株が下がるとか上がるとか市場のリスクの他に、人間に関わることによって判断を間違える、人間のリスクが大きな要素である。もちろんその金融マンに騙される、あるいは金融マンのセールスかかるっていうのが一番典型的なんです。友達の口コミみたいなものに影響されて判断を間違える。お金の問題では全く信じない方がいい。銀行には近寄るな。証券マンも保険屋さんも危険なんだけれども、銀行ってこうお金の動きを知ってるので、そういう意味ではまあ一番手強い相手で、投資信託の 99% はご
みっていう話を、実質的なその手数料、まあ、どれぐらい高いか低いかまずスクリーニングできる手数料がこう相対的に高い投資っていうのは同類のものであるとすると、相場がいい時には儲けが小さいし、悪い時には損が大きい、はい、だから手数料をよく見ましょう。生命保険は売るのに手間がかかってる商品で、商品としてこう 手数料実質的に保証にも貯蓄にも回らない部分が大きいので入んない方がいいですよ、うん、どうしてもリスクがあって必要っていう時に最小限なくなく入るというタイプのものなんだけれども、安心のためにとかって言って生命保険入っちゃうことが結構ある、うん、どうしてもその人に相談したい時にファイナンシャルプランナーとかってこう出てくるんですが、ファイナンシャルプランナーもその相談料だけではなくって、うん、生命保険を紹介して保険会社からお金をもらうビジネスをしてる人が非常に多いので、商品を売る人に相談してはいけない、うん、手取りの3割フリーランスの場合です。サラリーマンの場合だと手取りの2割ぐらい貯められれば、だいたい老後に使うお金と現役時代に使うお金のバランスの辻褄が合いますよ。そのお金っていうのは単なる手段に過ぎないから合理的に扱いましょう。基本的にはそういうことで、身も蓋もない話なんですよ僕はあんまりお金を増やそうと思ったことがないので、これ自体はすごい正しいと思うし、工夫をするんだったら他のやり方ももちろんあるわけで、何も考えずに何も努力せずにっていう前提で言えばこれだと。努力を しようとしてもその努力の方向を間違えることが結構多いわけですよね。そう、まあ、多くの人たちはそうなんですよね、うん、だからまあ、例えばこう少しお金をこう持ってる人たちが富裕層の運用に憧れて、富裕層向けだって言われるような商品に投資して失敗する、失敗する方が多いですね。やっぱりわざわざ売りに来るものを基本的に買わない方がいいです。あと何なんですかね、不動産投資をすごい頑張っちゃう、なんかみんな好きですよね。不動産のいいところってあの安いコストでレバレッジがかけられることだけです。本当は住宅ローンと同じぐらいの利率でお金を借りることができるんだったら、マンションなんか買わないでリートでも買ってる方がいいです。不動産っていうことになると仲介の手数料も高いし、あんまりいい運用対象には見えないです。そうですよね。だからレバーかけられるぐらい何の信用もない素人が簡単に何倍かのレバレッジ仕掛けられて実質の利回りが良くなります。結果的にこのレバレッジをかけて失敗しないでなんとかなりましたっていう人がリッチになってる。だからその裏には膨大な負けてる人、やっぱりね、流動性がないし、うん、田舎の物件なんか特にそうですけど すぐに減価しちゃうし、お金持ってない人がこう投資なんかしても負けちゃうみたいな、うん、あんまり思う必要もない。別にあの何兆円持ってても何百万しかなくっても、同じあのポートフォリオを持てば同じリスクとリターンになる。富裕層みたいなものに憧れて変なものに騙されないでほしいな。そもそも人生にお金はいくら必要なんでしょうかという質問が来てるんですけど、その2000万円問題が、はい、あれが金融業界からするとすごくいい炎上マーケティングになったんですけれども、はい、うん、2000万じゃ全然足りない人もいるし、2000万も必要ない人もいるし、自分の数字であの計算してみ、答えはエクセルの中にある。大雑把に言えばそういう答えです、うん、どうしてもその数字を知りたいということであれば、うんうん、サラリーマンだったらだいたい 15% から 20% 手取り。フリーランスの場合だと厚生年金がないので 25% から 30% ぐらい貯めていれば将来の対策をしている、うん、あとは自分の稼ぎを増やすことを考えなさい、うん、大まかに言えばそういうことですかね。いくら必要なのかというのは問題のその設定が正しくないと思います。正しくない、まあ、僕はそれよりも人間関係とか充実感のある仕事なのか趣味なのか何でもいいんですけど、うん、やりがいがあること、おそらくこう人間関係から発生する生理的な反応みたいなものが幸福感につながっていて、幸福感が高い方が活動のパフォーマンスも高い。 お金をたくさん稼ぐから幸福になるっていうのではなくって、因果関係は逆ですよね、うんうん、僕はあの毎月ね、1人15万円の肉会っていうのやってるんです。これがね面白くて、その時期の世相をすごく反映してて、たまたま儲けちゃった人が大体来るんです、はい、そういうの見てると、僕はお金を稼いでます、まあ、若者が大体典型的に言うのは、どうやったら女優と付き合いますか、やっぱそこなんだ。最近はファイヤーの人がもう来るんですよ。一通りやり尽くしたんですけど、なんでそんなにモチベーションまだ保てるんですか、聞かれるようになって、ええ、だからそうなっちゃうんです。ファイヤーの人の特徴って何かっていうと、売ってるものしか買わないんですよ。それ海外旅行もそうだし、別荘もそうだし、金払えば絶対手に入るものにしかアクセスできてない。女優は必ずしもそういうわけじゃないです、ね、そういうわけじゃないですよね、うん、だから、まあ、典型的に昔はそういうのがあったんだけど、最近はそれもなんかなんとなくタレントの友達とかモデルの子と付き合ってんですよとか、さらにそこをまた超えてきた人たちとかいたりとかしてそうハックしてね、そうね、そう、その人たちは次が欲しいみたいな話になってて、うん、
うん、オンラインサロンでそういう人たちをマッチングしたい、リスクを取って頑張る人たちがいるじゃないですか。その人たちに投資をする、投資を勧誘してるわけでも何でもなく、単にオンラインサロン内でマッチングして勝手に事業を始めてるんだけど、それって結構面白くて、オンラインサロンの下部組織に通信制の高校の OEM の通信制の学校って面白くて 15% ぐらいで高校卒業の資格取れるんです。だから残り 85% 自由じゃないですか。人生の 85% がベーシックインカムなんです。なるほど。衣食住親が保証してくれる、うん、85% 自由に使えるからもうほぼベーシックインカムなんです。すごいことじゃないですか。そこともマッチングして、暇で行動力のある、お金の心配をする必要のない人がお金持ちの大人から出資を受けて何かをする、そういうマッチングが生まれるとすごいやりがいてるでしょ、うん、ファイヤーの次ですよね。多分ファイヤーを頑張ってやったところで未来は見えてるんで、僕からすると、まあお金っていうのは本来手段であって目的ではないから、ファイヤーっていうのは金額を目的にしてしまっているわけで、達成してしまうと次にすることがなくなる。だから常に常にその人生というのは死ぬまでその続くわけですから、そこでやっぱりなんか一つやり遂げちゃったりとか、やりがいがなくなった瞬間に人間って受けるかバランスを崩すかっていうね。そうですね、うん、そっちの方が僕は怖い。それをなくすためのそれこそ保険をかけていった方が、うん、生命保険を買うよりは、うん、一応オンラインサロンを買いなさいと、それ月1万円で買えるんですよ、はい、それ保険料払うより良さそうですね。じゃあこのメルマガからちょっとオンラインサロンの山崎さんにも年齢制限ないですか、はい、ないですないですベーシックインカムの話もありましたけど、日本でベーシックインカムを導入するべきだというようなことをお話しされてると思うんです、はい、まあベーシックインカムは一定額の現金を国民にこう何の差別もなく配ることで、セーフティーネットとして合理的な面が多数あって、で何よりもこう運営コストが安い、この人の所得はいくらかとか調べて払うとかっていうことじゃないので、うん、はい、一律に払っておいて、お金持ちからはのたくさん税金取ればいい、ざっくり言うとそういう仕組みなので、うん、ベーシックインカムに理解がない、こう賛成してもらえない人2箇所誤解してて、はい、一つはこうお金の問題だから差額で見ればいい、お金持ちにこう現金払うのは変だ、でもまあそのお金持ちはお金持ちからはたくさん税金を取ればいいわけ、それはこう差額で見てくださいっていうこと、重要なのが一つ。もう一つは財源がない、財源がないっていうのは全く嘘で、例えばこう1人5万円のベーシックインカムをやるのに75兆円ぐらいかかるんですかね。仮に5万円一律に配ります、真ん中よりもお金持ちの人には8万円増税します、でも真ん中よりもお金がない人には2万円しか増税しません、例えばそういうその仕組みを作ると、要するにお金は上げてるんだから取る財源はあるんです。で要するにこう3万円が富裕な人からそうでない人に再分配されただけなんで、ベーシックインカムは今の制度にこう付け加える形で作ることもできるし、もちろん例えば今の生活保護とか、うん、雇用保険とか年金とかこう置き換える形で作ることもできる。でもベーシックインカム税金が必要で財源がないというんだけど、いやでも金は配ってるんだから、要はその再分配の規模がどれぐらい必要なのかっていうことを合意すればいいだけっていうふうには思います、うん、すごい。だからシンプルになることによってそこの効率化の方が全然大きいですよ ね、ものすごく大きいですよね、うん、でも年金保険料なんか取る必要なくなるわけですよ、うん、年金をベーシックインカムに置き換える、うん、そこで催促したり加入を促したりするようなそういうことに関わる人もいなく、あるいはこう生活保護を、うん、出すか出さないかっていうことを判定する自治体の人のこう仕事もいらなくなるし、仕事がいらなくなる、権力の使い場所がなくなるっていうことが官僚も政治家も嫌なんですよ。そこを制度が効率化されるということは、効率なところ権限を持っていた、影響力を持っていた人たちの意味がなくなる、だからなかなか日本で実現しないんだろうなと思います。それ面白いな。でも今の思考実験で言うと面白い。オンラインサロンの仕組みをもう一回ハックしてみようかな。実はオンラインサロンで5人だけベーシックインカム支給してるんですよ。月10万円誰にするんだみたいなところから議論なんだけど、結果としてやっていて3、4年ぐらいやってるの面白いですよ。でも10万円もらっても別に働くモチベーションって落ちないですよ。落ちてないですね、うん、働けばより稼げるという仕組みにはなってる。でもさっきの収入が高い人からはよりお金を取って、はい、それをその収入低い人たちに再分配する仕組みを、例えばサロン内でじゃあ100人限定で参加してみてみたいな感じにしても面白いですよ、ね、なんかお正月に1回だけお年玉配るみたいなお金持ちの実験よりはずっと有意義な感じがするす、ね、あ確かに。でもね面白い面白い。要するに再分配の仕組みで、再分配がはっきりと見える形になっていた方がいい、しかもそれをこう一律に払う形の方が事務作業として効率がいいってことですよね、うん、所得制限付きのベーシックインカムとかってこう提案する人がいるんだけれども、うん、意味ない、ね、何言ってるのか分かんない、うん、でもその後の時代のことを考え
れとさっきのファイヤー後の話と一緒なんですけど、はい、結局その人生は壮大な暇つぶしなわけで、うん、その暇の潰し方がより充実感があった方がいいわけじゃない。不要不急の使い方が大事なんですね。そうなんです。不要不急になれないとダメで、だからオンラインサロンではそれ慣らしてるんですよ、うん、こんな面白い遊びあるよ、こんな面白い仕事あるよとか提案をしていくとすごい充実感につながることを一つ一つみんながやって分かっていくっていう社会が今 DX ってすごい流行ってるじゃないですか、うん、はい、本気で DX が終わると僕ホワイトカラーの9割以上いらなくなると思う。それぐらい無駄な仕事してると思う。本当に何かのきっかけで今ちょっとコロナで本当に DX が進んだじゃないですか、ええ、でまた何かのイベントがあってまた進むと思うんですよどっかで、うん、そうすると社会問題になるなとも思ってます。まあ、コロナはかなりの時間短縮効果が、まあ、リモートワークとかやればできるんだろうけれど偉い人がうんって言わないからやらなかったみたいなのがまず進んじゃったし、副業がまあだいぶ範囲が広くなったっていうようなこともあるんで、やっぱこう数年分時間が進んだかなっていう感じはなんとなくあります、ね、悪いことばかりではなかったとなんですけど、それが終わった後にみんな充実感がある仕事を生きがいを見つけていかなきゃいけないことが次の課題になってくるだろうなと思います。それはファイヤーにもつながる話、まあ、充実感のある仕事っていうことですね。今度投資家さんたちに伝えておこうと思います。お願いします。堀江さんが予想していた話とは全然違うんだけれども非常に納得感のある話でした。ありがとうございます。